3期生曲、4期生曲もね、すごい好きだし、やっぱり何よりね、ごめんね、フィンガーズクロスともね、すごい歌めちゃくちゃ好きだしね、歌番組とかのね、パフォーマンスもめちゃくちゃ好きなんですよね。あと、まあ、僕がね、ちょっとダークホース的に好きなのが、ザブン、ザザブンね、ヨダちゃんと筒井あやめちゃんのね、2人の曲なんですけど、ザブン、ザザブンはね、ちょっと歌詞をね、よくよく読み解いて、なんだろう、凄さに気づいた。あれはすごい名曲だと思うからね、皆さんもぜひね、何回も聴いてこう歌詞をね読み取ってほしいなと思います。はい、ということで、じゃあ生写真をね一回全部出していこうかなと思います。はい、じゃあまずはセブンネット限定のね生写真から確認していきましょう。これがね選抜メンバーがこんな感じで生写真になってるんですけど、タイプ A からみなみちゃん、まっちゅんで、よだちゃん、いやこの衣装ねすごい可愛いですよね。でタイプ B が梅で、かっで、高山さんで、タイプ C がいくちゃんと遠藤さくら、あーいいね、かわいいですね。でタイプ D が久保しおりとあすかちゃん、いいよね。で通常版が真夏さんと最後が山下美月、こんな感じのラインナップで入ってますね。いやーどれもいいな、なんか衣装がそれぞれねデザイン違うんですけど、なんか一個一個ねすごい、やっぱ衣装っていいよね、こだわりが見られて、ね、すごいね、アスカちゃんのこのボワボワしてる感じとかね、すごい似合ってて、アスカちゃんっぽくてね、非常にいいなと思いますね。こんな感じ、生写真もね、これすごいいいので、いや、セブンネットはね、やっぱり毎回こんな感じで生写真出してくれるのはありがたいですよね。じゃあ、これはもうね、絵柄確定してるんで終わりで、一個一個ね、CD も開けていきましょう。いや、今回のジャケ写さ、めちゃくちゃ好きなんですよね。まあ、ジャケ写毎回ね、デザイン的に僕はすごい好きなんですけど、今回のはね特にねいいなと思いましたね。各メンバーがねこう何人かずつでね楽しそうに撮影をしているジャケ写っていうのすごい好きで、肌様とかもねすごい好きなんですけど、今回もねこのそれぞれのメンバーのね笑顔がはじけてる感じが非常に可愛らしくていいですよね。我らが軍団長のさゆりんごさんもね、今回がまあ最後のシングルなんですけど、最後のシングルのジャケット写真がねこの謎のポーズっていうね、いやーこれはこれでねさゆりんごさんらしくて可愛らしいですよね。であと通常版にはいろんなメンバーがねこう並んでるっていう、いいねー、こんな感じです。はい、じゃあもう早速ね一個一個開けていきましょうか。まあ狙うは2期生っていうのは毎回同じなんですけど、でも2期生もねまだミリアちゃん、ジュンナちゃん入ってるから7人かな、7人なんですけど、まあ一番数は少ないからね、なかなかこう引き当てるのがね難しいんですけど、それでもね2期生は狙っていきたい。あとはまあ遠藤さくらちゃんとかね、選抜メンバー4期生だったりの選抜メンバーも狙っていきたいなと思います。ちょ久々に CD 開けるから全然開けられない。あ、痛いな。じゃあまずタイプ A から開けていきます。いきます。最初は、あーいいね、 CD のデザインもね非常にポップな感じでいい感じです。じゃあ最初は誰が出るかな、開けていきましょう。まずあーなるほど、あれなんか毎回出てる気がする。はい、1人目田村真由さんのよりですね。なんか真由たん、なんか毎回出てるぞ。真由たんのよりがね毎回当たってる気がする。あれどうだっけ、あほらやっぱりね前も当たってますよ。前の時もね真由たんのより当たってましたね。まあ、前回で引き続きっていう感じかな。毎回当たってるわけじゃないか、前回出たって感じか。はい、ということでタイプ A は田村真由さんのねよりでしたね。そして今回はね特典映像がメンバー全員のね個人 PV っていうことで、いやー久々何年ぶりかのね全員の個人 PV ですけど、めちゃくちゃね楽しみ。いやー予告がね一気にバーッと上がってましたけど、全部やっぱり面白そうなんだよね。個人 PV はやっぱりねすごい乃木坂らしい感じがあってね、非常に楽しみですね見るのが。そしてブックレットもね非常にいい感じですね。これはまあ後でゆっくり楽しみたいと思います。じゃあどんどん開けていきましょう。じゃあお次はタイプ B ですね。タイプ B を開けていきたいと思います。タイプ B は誰が出るかな、CD のデザインはね全部いいですね。タイプ B 誰が出るかな、いきます、せーので、はい、これは嬉しい、これは嬉しいですね。はい、出ました、久保さん、久保しおりさんのより。いやこれはめちゃくちゃ嬉しいですね。いやあんま出ないよね、あんまり3期生のよりとかって出ないんですけど、いや久保さんのよりか珍しい、めちゃくちゃいいですね。はい、可愛い笑顔、いいじゃん、いい感じ、いい感じに揃ってきましたね。なんかこの2人といえばねあれだね、ナイスやバースデーライブのね前夜祭のトークのね MC、この
ってましたよね。その2人がね、料理でちゃんと揃いました。あ、いい感じじゃん。いい感じでね、3期生、4期生と揃いましたね。あ、これはいい流れなんじゃないか。これはね、この流れでね、2期生ぜひとも来てほしいですね。じゃあ、もうどんどん行きましょう。タイプ C 開けていきます。さあ、タイプ C、2期生がね、出てくれたら嬉しいですけど、タイプ C も、あ、いい感じのね、お、翼がね、バサバサっとね、舞い降りたような感じのデザイン。いきます。タイプ C は誰が出るかなと。あ、4期生か。4期生か。はい。早川セイラさんですね。早川セイラさんです。見えないな。早川セイラさん、こんな感じ。ここに来てちょっと引いたビジュアルだからね、ようやく衣装が見えましたけど、なんだろう、なんかふわふわしたね。あ、なんか歌衣装的な感じかな。歌衣装的な感じの、まあ、乃木坂らしいね、感じの衣装での生写真ですね。あー、可愛らしいね。早川セイラさんということで、4期生か。4期、3期、4期ってきちゃったね。まあ、やっぱ今でも4期生がさ、多分一番数多いよね。4期、3期、1期、2期の順だと思うから、まあ、出やすいのは4期生、3期生か。そりゃそうかって感じですね。なるほど。じゃあ、ラスト1枚。ラスト1枚ですよ。いや、毎回2期生にはね、ちょっと、嫌われてるというか、全然出てきてくれないんですけど、まあ、最後ですからね。まあ、でも最後といえばね、松村さんも惜しいな。最後なんでね。まあ、順も惜しいですけど、まあ、やっぱ1期生、2期生はね、誰かが出てくれると嬉しい。じゃあ最後、開けていきます。誰が出るから行きます。せーので、よっ。したりしてね、楽しみたいと思います。あとあれだね、僕がこの動画を撮ってる
千秋楽くらいはさ、やっぱ配信ライブしてくれると思うから、東京にはさすがに行けないだろうけどね、千秋楽配信ライブ